てたなと思って今年入ったらこういうのばっかりで気が悪いし俺、リアスされてねえかもさあ、基礎条件はなったけど、うん、さあ、まあ、言い方悪いけど誰も見てないとこじゃん見えないよねそう、ここをちゃんと2回やるってじゃあみんなどこまでやってるってよしよし、よろしお疲れ様です。飽きたわお疲れ様です。完全防御もう顔なし OK ですかどれぐらいまでするの。もう結構いってるの。一応まあ明日終わる予定なんで。あ、明日終わるんですか。全然すまんっていうかもう食べたら、うん、セッパの全部ハケしようじゃん。全部ハケないと思う。まれてね、イチとかイベントローラーじゃ無理だもんね。トタン全部、壁全部入れちゃうやつは入れちゃうけどね。私たちは気です、ね、今日は全部見させてもらおうかな。久々に筋肉見てたなぁ水分もなくて筋肉がわもうだって今日15日目だもんね。2人で、まあ、ちなみにぶっちゃけいくらもらったんですか。ここはたまんなだってさ正直これ2等分ぐらいあるんですよこれ。あ二等分でかいね。100坪かなんかって言ってましたもんね。まあその屋根に出て。そうです。全部。あそっか。全部掛け仕事で。またこの和風みんなでね、まこっちゃんちゃん丁寧にやるでな。ねえ。あちょっとあかんって。何日入ってますか。今15日目だもん。15日目。2枚で検査しよう。1日かかる。もう俺はそこはないもんやろ。そこは営業と何誰がある誰が値段出しきな。まあショーだよね。ショーとも話しちゃう。ほんだら今日しなと思うんで、うん。言いづらいでしょ。でもお金の話って一番。そう言いづらいよ。言いづらいけどまあさすがにここだってさ2等分あるし、このトタンすべてだもんね。うん、ローラルバーって行くわけいかんもんで。うん足場もだし、うん、ほとんど俺直して通れるようにしたんだよ。足場も直したの。じゃあ俺がね。そう。ちょっとだよ。うん、まあちょっとなんだけど、全然違うもんな、直してから。あ、そう。やりいいよな。あ、足場も自分たちで。そうそうそう。で、何が悪かったの。だから要するに、だんだん出して、要するに、鍵爪でしか登れんようにしてあるもんで。あれですもんね、まこちゃんちゃんも昔から、もう絶対に手入れかもね。まあ、予算関係なく、まあ、大体職人ってあれじゃん。やっぱ予算もあって、その中で収めるじゃないけどね。昔から俺もお客さんとかとようあったもんね、そういう話はね。お客さんとかでこんなに安く取っちゃうなんて怒られたもんね。で、みのりさん、何年後ですか ?15 年すごいっすよ。すごい。まあ、でも最初からだもんね。二階道場は15年。最初からだもんね。もう14号やってて一番最初でしょ。平と真帆ちゃん同じぐらいでしょ。14号だよ。すごいレベチ、レベチ。その中でも俺もだいぶ成長したでしょ。成長したのか退化したのかどうかけど煙はこんぐらいだね。最低でも今年入ってからこういう仕事ばっかなんだけど和風真帆ちゃんやつが鉄板でね。それってわざとなのかな。結局俺ら突き通ったらするとここでおのじゃないよね。まあ一軒しかないからね。そう。要するにこういう大きい仕事だもんね。な大きい物件ばっかりが重なるんですか。ずーっと片付そうだよ。だからもう月だれ。まあ行くかないどうかぐらいなんだ今年。一人が。ずたまっとるんじゃないもんね。去年だってあったもんね別に。今年入ったらこういうのばっかり全然合わんし。いやあれだね、じゃあ本当にね、あの視聴者の皆さん、まなこちゃんじゃね、もうあのレベチ、うん、レベチだね。さあ俺は150万でやりたい、100万でやりたいって言っても通らんから、そこをやっぱ他社とね、大体相場があってこれぐらいの相場でやると。で逆にはうちなんかシーリング足も全部自分のことやるから、うん、絶対にうちが100万でやるって言ったやつ、よそ100万できんの。そんなにやっぱ採算合ってないんだ。それでも手抜こうって何で思わんですか。
もう拾わないよな。逃げ。絶対逃げ。そこがスケとか出てるんで、うん、一発とか。うん、まあ、一発だけじゃなくて、まあまあ、これでローラリーヤーとかあるじゃん。まあ、こちらちゃんが全部ハゲてピシッと拾ってるじゃん。そう十年ね、それだけの技術があって、そういう人たちが稼がなかったじゃん、本当はね。なんだけど別にマコンちゃんたちだけは安いわけじゃないと思うよ。そうそうやって思ってるところある、ぶっちゃけ。どんだけ安くされてないか思うんだよ。いやね、こういう現場とかこっち、こういう現場とかだとなくて、ね、ああまあそれでね。誰がやったのって、たぶん、アワンクの。うんうん、誰かどうし、そういうこと。前も、1ヶ月前もこういうでかい和風のやつやったばっかで、うん、その後アパートとか2軒とか、うんうん、そういうアパートも金残るんじゃないの、忘れるんじゃないの、だい結局同じぐらいだもんね。アパートも生活があったんで、結局、生涯じゃあ、孫ちゃんたちに頼みやすいで、そういう案件ばっか吹っ飛んじゃねえか。今は分からんけど聞いたことないで。分からんけど見せる。ただ普通の子だと今年やっとらんな思って。あ、ほんと。それを3件やった方がよっぽど儲かるの。あ、そうだったら月に3件回れるもんね。全然ちゃうもんね。聞いた。自分がいたんね。やっぱフル株のね、一番綺麗やってくれてる人を、やっぱいい案件回したらんとね。この前なんかまあ、でかい仕事要するに、あちらこらしかも決まったやつが全部いったもんで、うん、そういう人ちょっとなかったけど、うん、やっぱり、やっぱり、要するに、クラスコ的な、あ、バラスの日程が決まっとるから、そうそうそう、そう、うん。俺は普段から、そんな慌てて仕事やりたくないし、うん、そこまでやりたくないと思う、そういうふうだもんで、うん、そんな現場最初から言えるんだよ、つって。お客さんから取ってはいいよね、それは。まあ、営業泣かせではあるよね。確かに。この日、もうお客さんの都合とかそういうのがあったんでしょ、多分。結局伸びたみたいなね。出産怒らなかったもん、ね、あ、怒ったなんて、もうあそこの人から。出産の、あ、出産が別にこの日って指定してきたわけじゃなくて。そうそう。あ、島を開く、あら。外注だもんで。外注だもんで。期限決まっとるもんで、必ず終わらせてくださいって。さ、必ず行ったって台風で遅れとるし、で、開始しとるもん、で、すまんしね、こっちは。それはガンダム。暑いしさ、何分揺れもあるから、その時ね、喧嘩した時は。でも、バーンって喧嘩したの、家になった。中央じゃねえよ、俺が誰。なお、どうもガチャな。正月のね、さ、あっ。あいつはね、ペコちゃん自身が、まあ、はっきり言うでね。うん。いや、こう、こういうふうにしてください。こうですよね。ダメですって言われちゃうね。こっちは言い合いだった。どっちが言い合いだった、おばちゃんが。みのりさん、そこ思った、電話だもんね。あ、電話で普通に戸建てだったらいいんだけど、まだ。うん。アパートでそんなに綺麗になってさ、まだ、派遣も入ってる。ここまでにアップバザー言われたことになって言われるので、暑いし、いや全然すまんもんね、ほんと暑いもん。まあそう、いや、また2人は太っておかしい。それはカフェオレばっか飲みすぎ、体カフェオレでできてるでしょ、多分。甘いのやめなかったんちゃう、痩せんと偉いんちゃう、もう今年は。体いらなってきたでしょ、足つっちゃうし、いつも。あ、現場で塩分取ってるんですか、あれ今、いいのあるでしょ、昔はなかったけどね。今、ああいうタブレットみたいなので、あの酸っぱいの食べれるよね。ああいうの取らなかったんですよ。もうやっぱり汗かくでしょ、また2人は。まあ、おっさんたちはもうそういう風だよっていう風に、まあ、思えば。いや、わかるんだ。その、営業の気持ちもわかるわけ。営業からしたら、他のやつがやっとんだんで、お前もやれよみたいな感じもあるんだよね、多分。だけど、10人トイロっていう言葉がありますよ。え、赤もおればピンクもおるよ。ピンクおらんとお前ゴレンちゃん盛り上がらんで、やっぱ。やっぱリーダーっぽいやつと、なんかちょっとおっちょこちょいのカレーライスが好きなイエローとセクシー、ちょっとね、セクシー路線の小学校が受けるそうなセクシー路線のピンクと、
そういうのがいないと。すごいめっちゃ綺麗。いや仕事は本当に綺麗だよ。仕事終わって何？終わるんだうるさい。それこんだけやってたらそうですよね。でもうるさくないね。じゃあ丁寧にやるもんね。このとこさ、まあ、言い方悪いけど、誰も見てないとこじゃん。見えないよね。そう、ここをちゃんと2回やるって、じゃあみんなどこまでやってるって。正確でも無理だもんな、この隙間ぶっとって、ね。でしょ、もうここの隙間までもう一回ちゃんと入れてるわけだろ。こうやって刃をね、半分に割って。うん、ね。すごい。すごいよな。ちょっと細いのに変えてきた。上側塗ったんでしょ。細いのに変えてきたもんね、さっき。じゃこれをやれるってお前毎日ちょっと無理。動画の編集毎回確認しろって確認してる？してるわ、それは。それはしてるわ。公開されてちゃんと見てる？それはちょっとたまにやる。やるよね、あなたよく。よくではない。いやいや、よくやるよね。これさ、バーっと見ても分かるけどさ、一回ローラーでこれ走っとんだわ。はいはい、ちょっとなんか薄いところがあったり透けとるやん、うん、だからさ、プラモデルとかでもそうじゃない。もう男の人は分かるけど、こういう角とかさ、うん、こういう出っ張っとるところってやっぱ何透けが出るじゃん。 うん、だからよく2回塗ったの3回塗ったのとか言うんだけど、はい、うん、まあ究極やっぱ透けるもんね。で究極まあ透けんかったら一発でもいいんだわ。うん、まあ、それはいかんか。艶が変わってくる。あ、艶がっていうね、あ、ハケとかツヤハケとかが止まっとるように見えて艶このぐらいだもんね。うん、2回塗るとこのぐらいになる。あ、艶が全然違うね。めっちゃテカテカだもん。全然違うと思うけど、すみません、間違えました。プロは厳しいよ。いやいや、でもそうだよ、本当にそれすっごい、こんなやりにくそうなところまで。プロですわ。あ、もちろんうちは2液ですよね。そうです。うん、2液だもんね。あれだね、反応効果型っていうか、なんていうんだ、はい、ね、だからもう固まる材みたいなのを入れとるってことだよね。そうです。まあ簡単に言うと、うん。だからその分やっぱ強いんだよね、塗料は。一液だったら塗るとか材料の扱いは楽だけど、うん。ですよ。いいの使ってますね。まあ、久々に俺もまこちゃんちの現場来てね。まあ何も言えんわ、俺は。これ以上は。まあ、ね、何も言え。営業さん。頼みますよ。お願いしますよ。一番いかないやっぱ孫ちゃんなしみたいな職人がね。あ、まあ本当に職人もなんか全然足りてないんだよね。本当に我こそはっていう。まあ本当にうちはね、たっぱって入ってもちょっと、まあ、厳しいなって言って、まあそれが悪いとかじゃない。まあ確かに今そういう値段でやって、まあ本当に特に足場シールなんか外注でやっとったらさ、大変だし、ね、今塗装の職人さんがシールもやってっていう時代じゃん。予算的にも含めてね。だから、まあ、それだけのことをやっぱ、うちは職人さんにこういう人たち、まあね、ここまでできるとは言わんで、ね、さすがにいきなり。でもまあうちでね、若くてこれから頑張っていきたいって、やっぱある程度しっかり仕事を覚えたいってさ、走ってやれようじゃなくて、まあうちはきちっとやれようが、まあ、合言葉でやっとるから、まあそれは足場も含めて全員そうじゃん。プライド持ってやるよって、結果後で絶対ついてくるって思ってね、ここまでやっぱやってきたから。だからもしちょっと興味あったらね、職人さん来てください。ちょっと宣伝になりますけど、足場の買い取り、足場の買い取りと、まあ、全国動いてますんで、運搬料はできるだけ取るけど、まあ、自社のトラック走らせたりとかで、なんとなく予算も合わせながらちょっとやっていくから、まあ、本当に買い取り金額は喜んでもらってます。で、まあ、なかなか俺もまだ値段決めてないけど、本当に自分のところで使うやつだから、まあ、さすがにね、中古で買う値段と同じで、やっぱ中古のやつって掃除もして綺麗になってくるやつだから、同じ値段難しいけど、ある程度いい値段買ってますんで、ぜひ、買い取りの方と、自主税。さっきちょっとちらっと2人も言ったけど、まあとね、自主生も本当に要は働くし、まあ、ゼネコンもね、もうみんな自主生使えるようになってきてるから、ベトナムだけじゃなくてね、今メンバー、タイ、いろんなところをやって、副理事の方がうちは動いてくれとるから、寺口さんも言ってた、入れたいって。今、入ってて、1人、うんうん、もうすぐ帰っちゃうんで、うんうん、もうどうしようって、1人になったらどうしようって。そうそう、もうそれぐらい、じゃあ最初嫌だっつうのもないですもん。もう解き伏せて。でも、人生変わってた。人生変わるよな。もう本当にそう思います。なので皆さん、はい、ぜひ、また実習生もね、はい、使ってみてください。お願いします。よろしくお願いします。はい、せーの、また見てねー。また見てねー。
みのりさん。優しい。